東京大空襲は正しいですか？なんて話題を日本で言い出したら、大荒れしかねないでしょうね。ウプ主最近読んだ、ボマーマフィアと東京大空襲、精密爆撃の理想はなぜ潰えたか、は似たような話題を基軸として構成された本、今回はその読書感想をお送りしたいと思います。英語版は1年前に出版され、ウプ主が読んだのは最近出た台湾翻訳版です。日本語版の翻訳はいいかどうかはわかりませんが、国対国から人対人まで、東京大空襲の背景を深掘りした内容は歴史好きはもちろん、歴史好きでなくても見入る一冊だと思いますよ。まずは副題の、精密爆撃の理想、から話しましょう。視聴者兄貴姉貴たちが知った通り、東京大空襲は、住宅地、商業地や軍事施設を区別しなかった爆撃、それは無差別爆撃と言います。逆に工場、港、発電所、鉄道など施設だけを破壊する爆撃は、精密爆撃と言います。この本が、東京大空襲の合理性を議論する際に、残念ながら爆撃しないという選択肢は入っておりません。東京は爆撃する、問題は、精密爆撃をするか、無差別爆撃をするか、どちらを選ぶだけです。東京大空襲はアメリカ主導かつ執行した攻撃なので、アメリカは当然無差別爆撃をしていたと思いがちですが、実はアメリカ軍には最初は精密爆撃派が主導権を握っていました。時に、西暦1943年、東京大空襲が本格化する1年前、イギリスに集結したアメリカ軍は、イギリス軍と共に、ナチスドイツへの空襲計画を練っていました。工業都市、シュバインフルトの町への無差別爆撃を主張したイギリスに対し、アメリカは工場だけに精密爆撃する案で対抗しました。それぞれの理屈を詳しく見てみましょう。イギリスが無差別爆撃を望んだ一番の原因は、ドイツから受けた無差別爆撃への報復でしょう。そして、ドイツがイギリスの士気を喪失させたかったと同じ、今度はイギリスが、ドイツの士気を喪失させたいです。同時にイギリス軍は、精密爆撃をする意味を理解しかねないような態度を示しました。精密爆撃は、もともと危険度が高い割に、成功率が低い行為です。当時は、コンピュータやレーダーなど科学技術がまだ発展途中、爆撃の緻密な計算は、ほぼ人力頼りです。椅子に座って、ティッシュを3メートル離れのゴミ箱に投げ捨てるだけで、外す人いるのに、時速 300km で移動中の爆撃機から、9000メートル離れの目標を命中することが、どんなに難しいですか、言うまでもありません。地面からの防空砲火や、戦闘機の攻撃を回避しつつ行わなければなりませんよ。当時の主力爆撃機 B17 は、操縦士、副操縦士、通信士、爆撃士、機銃手など計10名の乗員がいます。たとえ爆撃機が無事に目標に近づいても、爆撃士が爆弾を目標に命中させないと、他の9人の命をかけた働きが無駄になってしまいます。爆撃の精密さを上げたいならば、昼まで、低い高度で、飛行路線が単調的で行うのが一番ですが、撃墜される可能性も跳ね上がります。したがって、爆弾を夜で大雑把に投擲する無差別爆撃の方が、自軍の安全を保ちつつ、敵軍に大打撃を与えられます。一方、アメリカが精密爆撃を支持していた原因は、爆弾を節約して、敵の急所を吹き飛ばしたい、ではなくて、ただのロマンです。そう、ロマンです。これも本書が扱う、アメリカ空軍に根付いていた問題ですね。当時はアメリカ空軍がまだ成立していない、陸軍航空隊でしたね。1903年、ライト兄弟がアメリカで史上初めての有人飛行を行った以降、飛行機は軍事上に何らかの役割を果たすことが想定されていましたが、飛行機はどんなことができるのかがよくわからなくて、みんな模索し続けていました。そんな中、最も理想の飛行機を具体的に思い描くエリートたちは、アメリカ陸軍航空隊の学校に集まっていました。彼らはボマーマフィアと呼ばれていて、表題はここから来てますね。ボマーマフィアにとって、飛行機はロマン溢れてて、世界を変革する力を有する機械です。飛行機さえ使えば、地上の汚い戦闘を全て個々にすることができます。最小限の被害で敵に最大限の打撃を与える、それがボマーマフィアが夢見ていた上品な戦闘です。第二次世界大戦に参戦することがどんどん避けられない方向へ向かった1941年の夏、アメリカは航空戦力を整えたかった頃、ボマーマフィアが精密爆撃に関する報告書を提出し、見事にアメリカ陸軍航空隊の指揮系統を牛耳っていました。そして今、ボマーマフィアはドイツ、シュバインフルトの上空で長年の夢を実現させます。お互いの意見がぶつかり合った後、ボマーマフィアのシュバインフルト精密爆撃計画が実行に移しました。作戦はこうです。爆撃機を2つの部隊に分けて、1つの部隊はおとりとして、先にレーゲンソブルクへ向かって、ドイツ軍の注意力を引き寄せます。その後、もう1つの部隊は、シュバインフルトへ向かって、工場を爆撃します。うまくいけば、敵の防空戦力が薄くなった状態で、シュバインフルト上空に侵入し、精密爆撃の成功率が高くなるはずです。まあ、うまくいかなかったですけどね。1943年8月17日、作戦当日の早朝、イギリスの空港は、濃霧に包まれていました。練度の高いおとり部隊が強引に飛び立った後、本番の部隊が空港で立ち往生して、計画より何時間も遅延しました。やがてドイツの防空戦力に、再集結の時間を与えてしまって、2つの部隊どちらも大損害を出しました。しかもドイツの工場には、大した被害はありませんでした。こんな失態をするなんて、ボマーマフィアはどうしましたか？もちろん、もう一回遊べるドン。同年10月14日、シュバインフルトへの精密爆撃作戦は、再び実行しました。そして、今回の作戦に参加する乗員たちは、4分の1が帰ってこなくて、また大損害を出しました。ボマーマフィアは驚愕しました。夢に描くような精密爆撃は、なぜ失敗しましたか？そもそも、精密爆撃は、言うほど精密ではありませんでした。
1回目のシュバインフルト空襲作戦で2000発の爆弾が投下されましたが、目標に命中したのはわずか80発でした。アメリカ軍の爆撃照準機が実験場でどんなに優れた成績を残しても、部隊が戦場になったら目標に命中できるかどうかは結局運が一番の要因になりました。机上の空論というか、時代を先取りすぎたというか、あの時代の爆撃機ができる精密爆撃を過大評価し、ボマーマフィアの夢は1943年のドイツ上空で崩壊しました。ところが一人のボマーマフィアはまだ夢を捨てませんでした。時が流れ、1年後のマリアナ諸島、アメリカ軍のヘイウッド・ハンセル将軍は日本への精密爆撃作戦の指揮を取っていました。新鋭爆撃機 B-29 が誕生したとはいえ、マリアナ諸島から東京の中島飛行機製作所へ爆撃するにはギリギリの距離でした。さらに太平洋の強い風は爆撃機の飛行を阻み、雲の多い日本の空も爆撃機の視線を遮り、精密爆撃は大した戦果を残していませんでした。雲より低く飛んだら目標が見えやすいが、精密爆撃のために昼まで作戦を行わなければなりませんので、防空砲火の的になってしまいます。ちょうどその頃、一つの解決策が発明されました。新型の焼夷弾です。本書は聖書の物語で、焼夷弾をサタンのささやきと例えました。焼夷弾を使って夜間の無差別爆撃を行えば、飛行機工場どころが東京もろとも燃やせます。日本を降伏へ追い込み、全ての問題が解決できます。精密爆撃なんて忘れてしまえ。しかし、ハンセル将軍は信心深く、サタンのささやきを聞く気もありませんでした。そして、戦果を求めるアメリカ軍は、日本爆撃作戦の指揮権をカーチ・ルメイ将軍に渡しました。ルメイ将軍は誰ですか？1回目のシュバインフルト爆撃作戦で、おとり部隊の戦闘で指揮を取った人です。ロマン派のハンセル将軍と違って、ルメイ将軍は徹底的な実務家、自ら現場で、精密爆撃にはどのくらいの犠牲が伴って、費用対効果がどこまで低いのかを目にしました。だからルメイ将軍は、早速サタンのささやきに聞き入れました。結果は、視聴者兄貴姉貴たちの知った通り、東京はいくつの夜で、大量の焼夷弾が投下されました。瞬く間に火の海になった東京で、10万人以上の死者が出ました。名古屋、大阪、呉、神戸など主要都市も、次々と空襲されました。ルメイ将軍の率いた作戦により、無差別爆撃された都市は、日本各地に及び、最も被害が大きかった地域は富山県、市街地の 99% が壊滅しました。原爆は打足、仕事はとっくに終わりました、と、ルメイ将軍は言いました。動画最初の質問に戻りましょう。東京大空襲は正しいですか？ルメイ将軍にとっては、自軍の損害を最小限にし、敵軍に大打撃を与え、もちろん正解でしょう。ハンセル将軍にとっては、こんな野蛮な爆撃は、ボマーマフィアの上品な爆撃の理想と相反し、不正解になるでしょう。そして視聴者兄貴姉貴たちにとっては、多分空襲しない方が一番の正解なんでしょう。本書は、ハンセル将軍とルメイ将軍を含めて、様々な人々の生い立ち、個性、興味、努力を紹介し、読んだだけで彼らと同じ立場になったようで面白いけど、すべての要因が、日本への無差別爆撃に直結したことを考えたら、視聴者兄貴姉貴たちの考えは、うぷなしより深いでしょう。ちなみに作者は、未だに東京大空襲を記念することに消極的な日本政府に疑問を抱えているそうです。狭い路地に隠れているクリニックのようなこじんまりの建物、民間が運営している東京大空襲戦災資料センターは、他の戦争記念館や記念碑と比べたら、扱いの差が一目瞭然、訪れた彼は落胆しました。行ったことある視聴者兄貴姉貴たちの皆さんはどう思いますかね？今回はここまでにしましょう。それじゃ、バイバーイ。